1951年、佐藤鉱石6月18日から1956年7月4日は日本のエッセイスト、釣りジャーナリスト。本名は佐藤亀吉。豪の鉱石とは釣り用語である。鮎は水中の石の表面につく水苔を食用とするが、鮎釣り師はこの水苔を赤と呼び、赤の食べ跡を観察して、魚の所在を判定するという。 群馬県前橋市生まれ、放置新聞記者を経て、文筆で独立し、鮎の友釣り、狸汁など、釣りを中心とした多くの随筆を発表した。戦後は、執筆だけでなく、雑誌、釣り人の初代編集人になるなど、現代釣りジャーナリズムの洋蘭期の中心人物としても、多大の貢献をした。功績は、釣りだけでなく旅、食、酒、炎症炭。 匿名の正解ゴシップなどを盛んに執筆し、さらに大作者として関わった本もある。いずれでも、漢文的素養と姿勢の軽妙者脱さを合わせ持った、文章は独特の地味に溢れている。純然たる文学者というよりは、庶民派のエッセイスと雑文化として過ごしたと言えるが、その文章は、イブセマスジや竹井工作などの文学者にも評価された。ありがとうございます。